固定資産課税台帳は、地方税法第380条第1項の規定により、市町村が固定資産の状況及び固定資産税の課税標準である固定資産の評価を明らかにするために備えなければならない重要な台帳である。なお、固定資産課税台帳は、土地課税台帳、土地補充課税台帳、家屋課税台帳、家屋補充課税台帳及び、 消却資産課税台帳の5つの台帳の総称である。各台帳には次のような内容が記載されている。市町村長は固定資産税の納税義務者、その固定資産の賃借権者等地方税法施行令第52条の14で定めるものまたは、その固定資産の破産管罪人等地方税法施行規則第12条の4で定めるものの求めに応じ、 固定資産課税台帳の内容を、納税義務者等の閲覧に供しなければならない。市町村長は、固定資産税の納税義務者、不可記日後に、当該固定資産の所有者となった者、賃借権者、破砕管罪人、保全管理人、民事訴訟時の訴訟物の価格の証明を必要とする、者等、地方税法施行令、第52条の15及び、 地方税法施行規則第12条の5で定めるものの、請求があったときは、大庁に記載されている事項のうち、地方税法施行令第52条の15で定める内容について、証明書を交付しなければならない。この場合、賃借権者、民事訴訟時の訴訟物の価格の証明を必要とするもの等については、その相手側の財産の創作権があるものと、 解釈できるものではなく、対象となる固定資産の地盤、家屋番号等を特定して、賃貸釈契約書の写しや、訴状の写し等を添付して請求することとなる。市町村長は、固定資産税の納税者が、事故の固定資産と他の固定資産の評価額等々を、比較することができるよう、毎年4月1日から4月20日までまたは、市町村の条例で定める同税の、 1> 第1期目の納期限までのいずれか遅い日までの期間、土地価格等縦覧帳簿及び、家屋価格等縦覧帳簿を、固定資産税の納税者の縦覧に供しなければ、ならない。この場合の納税者とは、固定資産課税台帳に記載されている協議の、税法上の一振り一棟の納税義務者の定義とは、異なり、例えば台帳を名寄せして土地または、家屋の課税標準額が、 免税店未満であり、納税通知書が交付されないようなものは除かれる。事項の不服がある場合の審査の申し出について同様である。固定資産税の納税者は、固定資産課税代帳に登録された価格について、不服がある場合、毎年4月1日の固定資産の価格を登録した胸の工事の日から、 納税通知書の交付を受けた日後60日まで以内に市町村の固定資産評価審査委員会に対して審査の申し出をすることができる。ありがとうございます。